来の日本代表は誰だ。あのメッシを超える世界最高の足技を誇る侍ジャパンコンビ、鋼の肉体を持つ美女が見せる驚愕のパフォーマンス、アジアンエース日本代表選考スペシャル。今日は日本代表選考スペシャルと称しまして、今後アジア諸国と対決していくのに日本代表としてふさわしい若き逸材を発掘していこうという企画になっています。はい、そうですね。はい、それではどんな方たちが今日登場するのか、はい、控室の様子を見てみましょう。すごく気になりますね。これはさ、作れだよね。いやいや、今まさに控えている控え室をただ単純に撮ったディレクターが絶対球を出してみんなこうやる。続いての日本代表候補は魅惑のアクロバティックポールダンサー、ポールダンサーゆかり。ダイナミックかつ情熱的な演技で国際大会でも活躍するポールダンサー。そんな彼女一番の武器はこの筋肉。すごい。ちょっと強い女かもしれないですけど、その肉体を武器に驚愕のアクロバティックパフォーマンスを披露。俺もうなんかうわわってなっちゃった今。怖くてなんかもうポールダンスって優雅とあと結構アクロバットがすごいんですね、はいはい、初めてこんな近くで見たんで、女子の間でねなんか流行ってきたら聞いたことあるんですよ。なんかエクササイズでね、杉崎さんとかでもできるんですか。私でもできるんですか。もちろんです。杉崎さん、杉崎さんあんまりこういうの、いやこういうのやったことないです。大丈夫ですか、パンツの方は見えても。いや見えたらまずいですね。ちょっとじゃあ先に見本をお願いします。いただきます。いや、これできる、これできる。ああ、すげえすげえ。あ、これできるでしょ。杉崎さん、今のやっていただきます。軽くぶら下がってみます。かわいい。それで回るなんて全然。鋼の肉体を使い魅惑のポールダンスを見せてくれたゆかりの得点は、おお、素晴らしい、完璧超えてきました。91ポイントということになります。続いてじゃあ全然いけない。全然いけない。